アイダニ・レーナとショルキー賞。タニ・レーナは日本の歌手、シンガーソングライター。ショルダーキーボードを演奏しながらインディ・ポップを歌うライブスタイル。1990から2000年代のカルチャーやファッションを好む。2019年よりソロでの活動を本格的に開始。わがままラキアの元メンバーで、元未来スカートのメンバー。奈良県生駒市出身。血液型は O 型。 オアシス、ビートルズ、ザ・キュアー、ザ・ナインティーン・セブンティー・ファイブなどの UK サウンドやチャラ、ユキ、シーナ・リンゴ、ラブ・サイケ・デリコ、ディナ・サワヤマなどのアーティストに系統。3歳から、ピアノ、中学3年生からギターを始め、高校時代は、友人と東京事変のコピーバンドをしていた。現在のライブスタイルは、ショルダーキーボードを演奏しながら歌うスタイル。 1990から2000年代のカルチャーやファッションを好む。田中秀幸によるスーパーラバーズやヘブンバイ、マーク・ジェイコブス、ビオクの全面プリントなど印象的な T シャツを着ていることが多い。真面目な性格で小さい頃から勉強は得意。幼少期より人前で歌うことへの憧れがあったが、両親の教育法人により大学に入るまで活動は許可されていなかった。 大阪大学に入学したことによりエジハスプリングス、吉本 R&C 未来スカートのオーディションを受けて活動を開始する。野球が好きだが、これは父親や祖父が阪神タイガースのファンであることに加えて、小学校時代に親友が少年野球チームに所属していたことに影響を受け、藤本と赤星のダブルスチールをテレビで見たことがきっかけである。守備を見るのが好きで、 特に好きなプレーは6から4から3のダブルプレー。好きなポジションはショート。第93回全国高校野球選手権、奈良大会にて、桜井高等学校智弁学園戦の奈良テレビ女子リポーターを務める。椎名林を東京事変のみをひたすらコピーするバンド、三毛猫ドロップでギターボーカルを務める。二千十四年三月より、吉本 R&C に所属し、 未来スカートとしての活動を開始。同年6月27日に京都メトロでのお披露目公演にてステージデビュー。2017年5月7日の京都メトロでのライブを持ってグループを卒業した。2017年7月1日、わがままラキアに加入。自身の音楽活動のあり方を見直すため、2018年12月21日のビッグ CAT でのワンマンライブを持って、 グループを卒業した。2019年4月4日にリ・イナとしてソロ活動開始を発表。2019年4月24日より4曲入りの EP ・ HLGRM を配信開始。この頃はダンスミュージック・フューチャー・ベースを中心とした楽曲制作だったが楽曲と本人の性格のフィッチより2019年9月1日、アイラニ・レイナに改名後は、 ベッドルームミュージック中心の楽曲制作にシフトした。ありがとうございます。